1981年のロードレース世界選手権1981年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第33回大会となる。続きに乗る二人のライダー、マルコ・ルッキネリとランディ・マモラが最終戦までチャンピオン争いを繰り広げ、ルッキネリがタイトルを獲得、マモラは2年連続でランキング2位となった。バリシンがスウェーデン GP で 自身のキャリアで最後になる勝利を飾った一方で、アメリカから来たフレディスペンサーという名の若者が、イギリス GP で4ストロークの NR500 を借り、マシントラブルでリタイアするまで5位を走るという、センセーショナルなデビューを飾った年でもある。アントン・マンクは 350cc と 250cc の両クラスにエントリーし、350cc クラスでは、 ディフェンディングチャンピオンのジャンエクロードを打ち破って、そして 250cc クラスでは、全12戦中10勝という圧倒的な強さで、見事ダブルタイトルを獲得した。ユーゴスラビア GP の 350cc クラスでは、1975年 250cc クラスランキング2位のミシェル・ルージュリーが、クラッシュした他のライダーに激突して死亡するという、事故が起きている。 125cc クラスでは、ミナレッリのアンヘルニエトが通算10回目のチャンピオンに輝き、50cc クラスではブルタコに乗るリカルド・トルモがタイトルを獲得した。ありがとうございます。